こんにちは。今日は2021年11月の26日です。本日はですね、世羅町に来ております。眩しいですね、大豊農園さん、結構大きなね、農園、果樹園ですね。ここはですね、僕が農業技術大学校の学生の頃に、農家派遣という研修、3週間ぐらいかな、研修があるんですけれども、そちらにね、その時の研修でね、3週間ここでね、寝泊まりした、そういった農園です。今日はですね、こちらで、モンパ病っていうね、根っこの病気があるんですけれども、そちらの勉強会がありますので、参加してきます。処理はやるにしてももう歯が落ちてるからもうええわと思ってから掘ってもらったんですけど、これぐらい掘ってもどうってことはないですね。それじゃあ掘れたら薬液をそれぞれ入れていきますかね。結構浸透する。メモリ見とってくださいね。これね、ここがこの辺まで行ったら一旦止めて、ちょっと戻しながらストップでみんなで一回戻しますか。
戻しながらその上からまた水をかけてやる。ぼちぼちいいんじゃないですか。これは皆さんちょっとここへね、一旦こう。最後の残った帰って結局入れ切りましょう。違ったら違う。とりあえず取りましょう。キノコが生えてもそうなんです。はい、研修会ね、終わりました。ちょっとね、外で撮影してたら風がかなり強くてですね、風切り音がすごいので、車の中で、撮ります。まあ、モッパ病についての、まあ、講習会ということでね、まあ、根っこにつく病気です。土の中にある菌をね、どうやって、まあ、退治するかというね、まあ、午前中は、まあ、座学と言いますか、で、午後から、まあ、実習という形でね、木の周りを掘って、まあ、薬を散布するというね、やり方、二通りですね。周りを掘って、薬を入れるっていうのと、土壌貫注っていうね、掘らずに入れるっていう、そういうことをね、ちょっとやったという感じです。で、まあ、せっかくセラに来たので、ね、いろいろ買って、まあ、以前僕の動画でもね、20世紀梨のサイダーっていうのをあげたんですけど、まあ、セラ梨のサイダーっていうのもね、あったので買ってみました。で、あとですね、梨ゼリー。眩しいな。梨ゼリーですね。見えないか。はい、はい。あと、世羅高校さんがね、作ったんですかね、梨を使ったカレーということでね、またね、食べてみたいと思います。やれ、それではね、これから帰るか。まぁ、ちょっとね、寄り道して帰れたら、帰るか。うん、という感じです。はい。まあ、一応挨拶しておきます。ご視聴ありがとうございました。
セラワイナリーに行ってきました。やっぱりね、外は風が強いので、車の中で撮影します。初めてね、来ました。あ、夢公園の方はね、昔いつかな、できてすぐの頃だと、まあ子供がちっちゃい頃にね、一回来た、ことがあったんですけど、あの時はね、ワイナリーの方には来てなかったので、今回が初めてです。でね、ちょっとまあ箱に入ってるんで、あれなんですけど、これ、フルーツのプリンっていうのをね、売ってたんですよ。フルーツのゼリーはね、今までね、いっぱい見たことあるんですけど、プリンっていうのは初めて見たので、ちょっと思わず買ってしまいました。8種類あってね、どれにしようかなと思ったんですけど、まあもう、いっそのこと8種類全部、で、詰め合わせっていうのがあったので、買ってしまえという感じで、こんな感じですね。いちご、ぶどう、ブルーベリー。これは梅ですね。梅のプリンってね、どんなんなんすかね。あと、まあ、八朔、みかん、レモン、あと、まあ、いちごというね、ちょっと、楽しみな感じです。まあ、今はね、食べれないので、帰ってまた、食べれたら。まあ、いっぺんにはね、食べれませんけど、こんだけの量は。でも、ほんと、フルーツのプリンね、全然味の想像がつかないんでね、楽しみに、しております。砂の中にいますね。はい、帰ってまいりました。なんか妙にね、どっと疲れたなって感じで、何なんだろうこの疲労感っていう感じなんですけれども、まあでもね、充実した一日だったなと思います。ちょっとね、残念だったことがね、ですね、セラワイナリーですね、まあ実はまああそこ知り合いがですね、あそこ勤めてて会えるかなと思ったんですけど、ちょっと会えず、ちょっと入れ違いになったみたいでね、タイミングはちょっと合わなくて会えなかったのが残念だなというのと、あとですね、着いた時に、まあ、セラバーガーを食べようと思ったんですよ。で、まあまあ、帰りしなに買って帰ろう、買って食べれば、まあ、行ってすぐね、注文するより、帰りに買って食べればいいと思って、行った時にはまだね、お店開いてていらっしゃいませ、とか言われたんですけど、まあ、用事とかね、ぐるーっと回って一周して、まあ、先ほどのね、プリンとか買ってね、よし、じゃあ買って帰ろうと思って行ったらですね、
本日の営業は終了しましたと。3時にはね、どうやら終わりだったみたいで、食べ損ねました。あれがね、ちょっと残念だったなと思います。はい、それとね、帰りにちょっとね、まあ帰りというか、行きしにちょっとね、通るときに、あ、ここはと思ったのでね、帰りにちょっとまた、ちょろっと撮影してみました。ここです。同じ幅と長さなんですよ。で、違いは高さだけなので、あの桜セロン線上ではもう見比べていただきたいやすいように、もう高さ別にもう大。はい、何もないね、駐車場だと思うんですけど、あそこはね、実は僕にとってはすごく思い出深いところでして、初めてね、救急車で運ばれた場所です。何年前かな、20年経つかな、20年は経たないか。どうだろう、まあ、かなり前なんですけどね、福山市からの帰りにですね、ちょっと急に、まあ、運転してたんですけど、めまいがしまして、あ、これはもうダメだと思って、もう急遽ね、車をすぐね、道路脇に止めて、で、そこの、ね、時間帯も朝方だったんですよ。なので全然車もなく、とにかくまあすぐ脇に車を止めて、ただでも車の中でももう景色がね、ぐるぐる回って、もうとにかく横になりたいということで、這いずり出てですね、車から。で、あそこの駐車場で寝っ転がってたら、まあ近所の方がですね、何事ということで、救急車を呼んでくださって、そこからね、もう救急車でね、病院に運ばれたというね、思い出深い場所です。で、その後、どうなったかな。あ、そうですね。あそこの道がね、もう新しくね、横の方に太いというかね、広くなった道がもうできてますので、あの細い道をもう最近通ることがなかったのでね、もう久しぶりにあそこの道通って、ああ、ここはっていう感じでした。まあ、そんなどうでもいい話なんですけれども。まあそんなこともね、ちょっと思い出しながら、今日一日、終わりたいと思います。それではね、今日もご視聴ありがとうございました。